画像、海外移籍した相馬勇紀さん、別人のように変わってしまう。顔変わったな。老けすぎだろ。これ相馬マジかよ。まだ遺族みたいやな。可愛い雰囲気が消えたな。ぽっちゃり体型をどうにかしてほしいわ。むしろあのままじゃ J リーグのマスコットキャラで終わってたろ。戦う顔になってきたんだからこれでええやん。男前になっててくさ。上級国民の相馬が人生初のストレス環境に身を置いてるって感じか。この後も長く海外にいるようなら評価するわ。総資産7億やっけ。金あるな。中村屋の一族で田園調布に実家があるから資産はそれどころじゃないやろ。顔は嫉妬したけど、身体はムチムチ。まだ腹は出てるっぽいな。日本にいた頃は腹がブヨブヨに出ていたからね。なんか痩せこけてるな。飯が合わないんじゃないか。お坊ちゃまから戦う男の顔と体型になったな。戦う顔してるな。左の黒人っぽいのが相馬か。恵まれた環境から出て海外行ったらマラドーナ体型が変わったとか、ある意味すごいテンプレやな。強そう。前の顔よりよほど天気めそうだし、これでいいだろ。ってことは名古屋ってぬるま湯だった。もしよければチャンネル登録お願いします。